はい、おはようございます。本田です。ただいまですね、2019年の、11月2日、8時36分ですね、に動画を撮らさせていただいております。今朝ですね、ちょっと面白い建物というか、ちょっと残念な、建築を見つけてですね、ちょっと写真を撮らせていただいたんですけどもね、こちらです。はい、あまりちょっと大きくですね、見せられないんですけども、なんかちょっと建築愛を感じないなというような建物をね、ちょっと見つけてしまいましてですね、思わず写真を撮ってしまったんですけども、これまあ室外機ですね、エアコンの室外機がですね、まあ玄関の屋根の真上に乗っているという感じなんですよね。で、まあこれをですね、Facebook で仲間にですね、シェアするとですね、Facebook で写真をシェアしてるんですけども、そこはまあ僕 の, こあの友達限定の、グループなので他の方は見れないんですけども、そこでですね、電気屋さんの、お家じゃないですかとかね言われたりとかですね、しております。で、その宣伝で看板代わりにエアコンの室外機を玄関の上に載せてるんじゃないかなみたいな の書かれてたんですけども、そうなのかなとかって一瞬ちょっと冗談でも思ったんですけども、これ結構ね、皆さん起きがちですよね。新築を建てた後にですね、じゃあエアコン屋さんがですね、後から入ってエアコンの室外機つけますねって言った時に、エアコンのダクトですね、ダクトがですね、家の見える目の前にですね、エアコンのダクトが降りてきて室外機が置かれるっていうのをですね、建てた後に結構気づかれるオーナーさんが結構多かったりするんですよ。で、これでですね、実はもう建築する前から実は分かってて、もう建築する前というか、極論は設計段階ですね、から分かります。設計した時にこのお家の場合はエアコンをどこにつけるから、ここの場合はエアコンをこっちの面に抜いて、そこからエアコンの室外機のダクトが落ちてここに室外機がつくなっていうのは、建築当初からですね、設計当初から、分かりますので、今設計中のオーナーさんがもしこれ見ていらっしゃったらですね、ぜひ自分のお家の図面で、どこにエアコンの室外機がついてで、どこにエアコンのダクトが落ちてくるかっていうのはよく確認しておいた方がいいかというふうに思います。間取りによってはですね、どうしても玄関側に落とさないといけないような、間取りになるケースもありますので、その時はですね、外観上ちょっとやっぱりどうしてもちょっと、かっこよく、なくなって、ちょっと建築愛を感じないとは言うんですけども、建築愛のないちょっと建物になっちゃいますので、極力ですね、そういうダクトをは見えない方にですね、落としていただくというのが正解なんじゃないかなというふうに思いますので、今ですね、打ち合わせ中のオーナーさん、この動画を見ていらっしゃったらですね、自分の、設備図面を見ていただいてですね、エアコンのダクトがどこに落ちてるか、エアコンの室外機がどこに落ちるのかっていうのがもし記載されてなかったらですね、少し確認していただけたらなと思います。建築愛のある、設計さんが建築をしていると、その辺もきちっと考えて設計してくれてるんじゃないかなと思いますし、事前にですね、ここに落ちますけどもどうしましょうかとかですね、なんかこういう方法がありますけどもという形でですね、いろいろ提案があると思いますので、その辺をですね、ぜひ一度事前に確認していただいた方がいいんじゃないかなというふうに思いますというところですね。でも実際ですね、エアコンの室外機とスイッチっていうのは結構難しかったりはするんですよね。弊社なんかはそうなんですけど、エアコンの数をですね、極力減らした家づくりやっていますので、エアコンの室外機がそもそも落ちてくる数って非常に少ないのは少ないので、あまり気にしてないこともないんですけども、位置的には結構気を使ってやってる方だと思うんですけども、それでもですね、設計上なかなか難しいところがあってですね、結構っていうと、私こう頭を悩ませるケースが結構多いですね。間取りができたと思ってですね、確認したら、あれ、エアコンの室外機が落ちないなとかですね、だったらこここういうふうに抜いて、こっち側にエアコンの室外機を落とそうかとかですね、ダクト抜こうかとか、いうのでですね、結構悶々と考えることが多いんでね、結構その辺まで、せっかくなので、衣装的なことも含めるとですね、エアコンの室外機の位置、ダクトの位置ですね、いうのはしっかりちょっと確認されて、せっかくなので作られた方がいいんじゃないかなというようなお話でした。はい、そしたら今日は以上になります。ありがとうございました。